欧州連合理事会。欧州連合理事会は、欧州連合の政策決定機関。閣僚理事会や、単に理事会とも呼ばれ、基本条約でもこれらの表現が用いられている。また、ラテン語表記のカンジリアムとも呼ばれる。欧州連合理事会は、欧州連合加盟国の首脳らによる、欧州理事会や、欧州連合とは別の国際機関である。 欧州評議会とは混同されがちであるが、全く異なるものである。理事会は、欧州連合のもう一つの政策決定機関である、欧州議会よりも強力な権限を有している。理事会は加盟国から一人ずつの閣僚で構成されている。ただし、政策分野によって出席する閣僚が異なり、例えば農業政策の議論を行う際には、 各国の農業担当大臣が出席することになる。理事会は特定の人物を議長としておらず、加盟国が6ヶ月ごとに、輪番制で議長国を務め、議長国の閣僚が各理事会の議論課題を定めていくことになっている。ただし、外交理事会については、外務安全保障政策上級代表が議長を務めることになっている。また、理事会の運営は、 事務総長が担っている。理事会は法律を新たに作ることができ、そのため既存の国内法を置き換えることができる。特定の分野において、理事会の決定は特定多数決方式でなされ、それ以外の分野では全会一致でなされる。通常全会一致で決定を行う場合には、欧州議会に対しては諮問のみがなされる。ただしほとんどの分野において、 共同決定手続きが適用され、理事会と欧州議会が法令制定と予算決定において、平等の権限を有している。欧州連合理事会の起源となったのは、欧州石炭鉄鋼共同体の閣僚特別理事会であり、超国家的な政策執行機関である最高機関と対等な位置づけがなされた。石炭や鉄鋼に関する問題については、 最高機関が権限を有していたためこの特別理事会の権限は限られていたが、それ以外の決定においては特別理事会のみが共同体の意思を決めていた。つまるところ特別理事会は執行機関である最高機関の監視役に過ぎなかったのである。1958年ローマ諸条約によって欧州経済共同体と欧州原子力共同体が設立され、 それぞれに理事会が設けられた。この時、欧州石炭鉄鋼共同体最高機関の権限が彫刻家性が強かったことに対する反発から、両共同体の理事会の執行権限は、欧州石炭鉄鋼共同体の特別理事会より強化され、他方で執行機関の名称は委員会とされた。1965年、理事会はいわゆる 空席危機と呼ばれる事件が起こった。農業政策案などをめぐって、フランス大統領、シャルルド・ゴールと委員会が対立したことにより、フランスがすべての理事会への出席を拒否し、理事会の機能が停止するという事態に陥ったのである。この状況は、翌年にルクセンブルクの妥協によって収集された。空席危機は、 当時の委員長のバルター・ハルシュタインの政治的な賭けで引き起こされたものであり、空席危機の後にハルシュタインは委員長を退任しているが、この出来事によって理事会の機能の弱点がさらけ出されるということになった。1967年発行の合併条約で欧州石炭鉄鋼共同体の閣僚特別理事会と欧州原子力共同体の理事会が 欧州経済共同体の理事会に統合され、単一の機関である欧州諸共同体理事会として活動して、幾個になった。1993年には欧州連合条約によって欧州連合理事会となった。欧州連合条約で理事会は強化され、三本柱構造において政府関主義の要素が加えられた。ところが、 同時に、欧州議会と欧州委員会も欧州共同体の柱において権能が強化され、理事会が独自に活動するという能力は抑えられる結果となった。リスボン条約では三本柱構造が廃止され、欧州議会の権限が強化された。さらに、理事会の役職である共通外交、安全保障政策上級代表と欧州委員会の 対外関係担当委員の役職が統合され、外務理事会は従来の輪番制議長国の閣僚ではなく、統合によって新設された外務安全保障政策上級代表が議長を務めることとなった。欧州理事会についても理事会から完全に分離された。理事会は権限を失っていないものの、欧州議会は理事会の意思に対して ますます反対する力を強めていき、理事会の展開は、両者の権力関係によって特徴づけられていった。つまり、欧州連合理事会の政府間主義的な制度が、発達してきた欧州議会の制度と彫刻家主義的な方式と相反するようになり、欧州連合理事会と欧州議会との間で対立するような事例が出てきているである。理事会の主たる目的は、 欧州連合の立法機関として欧州議会とで構成される両院制の片方を担うことである。ところが一部の分野においては欧州連合理事会にのみ立法主導権が与えられている。また理事会は欧州議会とともに欧州連合の予算に関する権限を有し政府間主義的な分野においては欧州議会よりも強い権限が与えられている。 欧州連合の立法権は理事会と欧州議会に分けられているが、両者の関係や権限は欧州連合の歴史の中で発展してきており、法令の採択にあたっては様々な立法手続きが適用されている。ほとんどの分野の法令は通常立法手続きによって採択されるが、この手続きにおいて法令の成立には理事会と欧州議会の両方の賛成を要することになっている。 この手続きにおいて、欧州委員会は、欧州議会と理事会の法案を提出する。1回目の読解の後、欧州議会は法案の修正を提案することができる。もし理事会が欧州議会の法案修正を受け入れた場合、その法案は成立することになる。逆に、法案修正を受け入れなかった場合には、共通の立場を採択して、欧州議会に新たな法案を提示する。 2回目の読解で欧州議会が法案を可決または読解を開かなかった場合法案は採択されることになるがそれ以外の場合には欧州議会は理事会の案にさらに修正加えることができるまた欧州議会は議員の絶対多数で否決することもできるこれに対して理事会が欧州議会の立場を認めなかった場合には法案は 理事会と欧州議会議員からそれぞれ同人数、構成される、調停委員会において協議される。委員会において、法案が承認された場合には、理事会と欧州議会で可決されたものとなり、法案が承認されなかった場合には、法案は、廃案となる。特別立法手続きが適用される分野には、司法、内務、予算、税制や環境政策の財政面での問題など、 分野がある。これらの分野において、理事会や欧州議会は法令を単独で決定する。この時の立法手続きは、法令の形態によって決まる。法令の形態の中で最も強力なものは規則であり、加盟国内において直接的な効力を持つ。次に指令は、実現しなければならない目標を定めて加盟国を法的に拘束する。加盟国は国内法を整備して、 指令に定められた目標を達成することになるため、その詳細は加盟国に委ねられる。決定は特定の個人、または団体を対象とするもので、直接的な効力を持つ。また法的拘束力のない勧告も発することができる。理事会の表決方法は、全会一致、単純多数決、特定多数決の三つがある。ほとんどの場合において、 理事会は特定多数決で評決を行う。この多数決では、各加盟国に配分された全345票の、うち最低で255票を集め、かつ、過半数、場合によっては3分の2以上の加盟国の賛成を要する。また賛成した加盟国の人口の合計が、欧州連合全体の人口の62%以上であることも要件となっている。 全会一致が適用されるのは外交政策関連や警察、内務関連で意思決定を行う時である。共通外交、安全保障政策での理事会による法令は他の分野の法令とは異なっている。共通外交、安全保障政策では共通の立場、共同行動、共通の戦略という形で採択される。共通の立場は 欧州連合の外交指針を定めるものであり、ミャンマーの孤立化のような第三国の問題、アフリカ大故障周辺の安定に向けた努力のような地域問題、国際刑事裁判所に対する指示といった問題などを扱う。共通の立場がひとたび合意されれば、加盟国はそれに従い、また擁護しなければならない、拘束力を持つが定期的に見直しがなされている。共同行動は、 国家間で調整された行動のことを言い、例えば地雷除去や消火器の拡大防止といった目的の達成のために視力を展開する。共通の戦略は目的を定め、4年の期間で欧州連合全体としてどのように対処するかをまとめたものである。理事会は欧州連合の予算に関する権限を有している。欧州連合の予算は、 通常の立法手続きに従って採択されるが、欧州議会は、理事会と同等の権限を有し、一回の読解で予算全体に対する承認の是非を決めることができる。理事会と欧州議会の立場が合わなければ、通常の法案と同様に調停委員会が設置される。ところが、調停委員会でも意見が合わなければ、欧州議会が採択したものを予算と決することになる。 さらに予算に加えて、理事会は加盟国の経済政策の調整を行うことができる。理事会には特定の人物を議長に任命するのではなく、加盟国の閣僚が議長を務めている。議長国は6ヶ月ごとに交代する臨番性が取られている。議長国は1カ国が6ヶ月間の任期を務めることになっているが、2007年からは3カ国が協力して、 計18ヶ月のの任期におけるる共通の方針を定めている例えば2007年後半の議長国であるポルトガルは、その前後に議長国を務めるドイツとスロベニアと協力していた。理事会は様々な形態で会合を行っており、議題によって出席する人物が変わる。理事会の議長を務めるのは議長国出身の人物となる。また、次期議長国の代表者は、 現議長を補佐し、またその議長役を引き継ぐことになる。ただし例外として、リスボン条約の発行により、外務理事会は、外務安全保障政策上級代表が議長を務める。議長の役割には、理事会の運営と政治的なやり取りといった側面がある。運営に関するものとして、議長国は、任期中の理事会の手続きや開催といった作業を、担う。 これには上中代表委員会などの委員会や作業部会への指示や理事会の会合を招集するといったことも含まれる。政治的なやり取りに関するものには理事会における議題への対処や政府間の調整がある。特に議長国は理事会の方針を設定することから任期中の議長国は理事会の機能における大きな影響力を持つことになる。議長国はまた 欧州連合内部において理事会を代表し、また国際連合など、国際的にも欧州連合を代表する役割を持っている。法的には理事会は単一の主体であるが、実際には複数の理事会の集合体となっている。欧州連合条約第十六条第六項では、以下のように規定している、以下し役。それぞれの理事会は、農業、漁業といった異なる、 実務分野を扱っている。そのため、理事会は、各国のそれぞれの政策分野を担当する閣僚で構成されることになり、農業、漁業理事会は、各国の農業、漁業担当閣僚が出席する。議長役は、当期の議長国の閣僚が務める。総務理事会、外務理事会、経済、財務理事会以外の理事会は、不定期に開催される。理事会には、 以下の銃のものがある。またこれらの理事会を補うものとして、政治安全保障委員会が設置され、各国大使によって国際情勢の監視や共通安全保障防衛政策の枠内において政策を明確化している。欧州理事会も、またこれらの理事会に類似しており、同様の手法で運営がなされ議長国制度も共有しているが、出席者は国家元首、 または政府首脳である。欧州理事会の目的は欧州連合の一般的な推進力を定めることである。欧州理事会は欧州委員会委員長を指名するといった重要な議題を扱う。事務総長は会議、報告書総案、翻訳、記録、文書、方針案の準備を行い、議長を補佐することで理事会の一貫性を確保している。事務総長は 理事会事務局の長であり、2015年7月1日からは、イエッペ・トランホルムイコール・ミッケルセが務めている。上中代表委員会は、大使などの加盟国代表によって構成される組織で、理事会の作業の準備をするために毎週開かれている。上中代表委員会は作業の監督や調整を行い、また、欧州議会との共同決定による立法も扱う。 上中代表委員会は、主席大使によるグループと、その時間によるグループに分かれている。これとは別に、農業分野については、農業特別委員会が扱う。また多数の作業部会が設置されており、上中代表委員会や、農業特別委員会を通じて、理事会に報告書を提出している。リスボン条約16条4項の規定に従い、2014年11月1日に、 欧州連合理事会の評決制度は特定多数決方式に移行した。この方式によると理事会の意思決定には理事会構成員の少なくとも15名以上、少なくとも55%の賛成を必要とし、かつ EU の総人口の65%以上の加盟国の賛成を必要とする。欧州理事会を構成する加盟国の首脳らはそのほとんどが 国内の政党に所属しており、それらの政党は欧州規模の政党に参加している。しかしながら欧州理事会は政党ではなく加盟国を代表するために構成されるものであり、欧州理事会の決定も加盟国の利益を優先するものとなっている。以下の表は所属政党別の首脳の人数を示したものである。 欧州連合理事会には、性質の上で類似する機関がほとんどない。公正という観点から極めて類似しているのは、ドイツの上院である、連邦参議院である。連邦参議院には、連邦州政府の代表者が出席し、欧州連合理事会と同様に、連邦州政府が代表者を交代させる。連邦州において選挙が実施されることはなく、また解散という制度もない。代表者は、 連邦州単位で評決に参加して、持ち票を投じるため、個人としてではなく、連邦州政府の代表として、連邦州政府の判断を示している。連邦州に配分されている票数は、それぞれで異なっており、決定は絶対多数決でなされている。議長が臨番制である点は、欧州連合理事会と同様であるが、その任期は1年間であり、 欧州連合理事会のそれが6ヶ月であるのとは異なっている。また議題によって出席者が変わらないという点でも、連邦参議院と欧州連合理事会とは異なっている。1992年12月のエディンバラにおける欧州理事会の会合での決定により、欧州連合理事会はブルッセルに置くこととなっているが、4月、6月、10月の会合は ルクセンブルク州で開かれている。1952年から1967年にかけて欧州石炭鉄鋼共同体の閣僚特別理事会はルクセンブルクのプラスダルメにあるセルクルミュニシパルで開かれていた。理事会事務局はたびたび移転していたが、1955年から1967年にかけてはルクセンブルクのフェアローレンコスト区に置かれていた。 1957年に2つの新たな共同体に、それぞれ独自の理事会を持つことになったときに、その当時の議長に会合の開催地を決定する権利が与えられることになり、1958年秋までは、ブリュッセルのバル・ドゥシス城で開かれた。1965年の合併条約に関して、機関の新しい所在地について合意がなされ、理事会は、 ブリュッセルに置かれることとなったが、4月、6月、10月の会合はルクセンブルクで開くこととなった。欧州石炭鉄鋼共同体の事務局は、ルクセンブルクからブリュッセルのラーフェンスタインビルに移され、他の2つの理事会事務局と統合された。1971年、理事会と事務局は、欧州委員会の入るベルデモンビルの向かいにある、シャルルマーニュビルに移転したが、間もなく、 手ゼマとなったため事務局の管理部門が別の3つのビルに移った。1980年代には翻訳部署が3カ所に分かれて移った。1995年、理事会はシャルル・マーニュビルト道路を挟んだ向かい側のユストス・リプシウスビルに移った。ところが理事会の職員が増え続けたため、フィンランド語とスウェーデン語の翻訳担当部署は別のビルに入居することとなった。 その後も職員が増え続け、理事会は所有するユストゥス・リプシウスの他にもビルを借りることとなった。レスビルを取得したことで、他のビルでの賃貸が減った。また、理事会では、レジダンスパレスを取得し、改装を行っている。欧州理事会はこれまで理事会のプレスセンターを使ってきていたが、レジダンスパレスには、欧州理事会独自のプレスセンターが入ることになっている。 理事会がルクセンブルクで開かれる際にはキルヒベルクの会議場が使われ、また事務局各部署はキルヒベルクの高台にあるヨーロッパセンターに置かれる。また理事会はストラスブールなどでも開かれることがあり、時には欧州連合の域外でも行われることがある。1974年には東京やワシントン DC で貿易やエネルギー問題を議外とする。 理事会が行われたことがある。現在の理事会の規定では、特別な事情が起こった際には、ブリュッセルやルクセンブルク以外で会合を開くことができる。理事会の議論では、出席者は欧州連合の24の公用語を話すことができる。また、公式文書は、この24言語の他に、カタルーニャ語、バレンシア語、バスク語、ガリシア語にも翻訳される。 リスボン条約以前は理事会が立法を行っても議事録と投票記録しか公開されていなかったが、リスボン条約以降は全ての会合が一般公開の対象となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。